泣かないで恋心よ、願いが叶うなら涙の川を越えて全てを忘れたい。切ない片思い、あなたは気づかない。 C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。本日は木枯らし1号が吹くと言われているというか、吹いているんではなかろうかということで、いくつか木枯らし1号の条件というのがあるらしいです。西高東低の冬型の気圧配置であるとか、なんかいろいろ風速何メーター以上とかですね、いろいろ条件があるらしいんですが、この感じだと多分木枯らし1号が吹いているんではないかなと思われます。でこれが吹くとですね、一気に冬が深まると言われておりまして、明日の朝は相当寒くなるのではないかなと思います。本格的な冬の到来ということですね。なんか冬が好きな人、夏が好きな人、両方とも好きじゃない人、いろいろいると思いますが、あなたはどちらでしょうか？私は 100% 夏派でございます。夏派の方、夏派の方がなぜ夏が好きかというとですね、皆さん同じだと思いますけども、手軽ですよね。出かけるのも厚着しなくてもいい、軽くこうスッとこう外に行けたりとかするところが、夏好きの共通点かなと思うんですけど、いかがでしょうか。逆に冬が好きな方っていうのは、冬って着れば平気だけど、夏っていくら脱いでも暑いじゃんみたいなことを言う方が多いですね。でも両方ともですね、日本の夏も冬も厳しいものでございまして、夏は夏でですね、熱中症というものがありまして、非常にお体危険になったりとか、それから残念なことに高齢者や、毎年嫌な事件がね、事件という事故というんでしょうかね、室内にね、小さいお子様残されたりとかしてお亡くなりになったりとか、そういうことがあったりします、夏は。で冬は冬でですね、酔っ払った方が、寝てしまってお亡くなりになっちゃったりとか、そういったことも非常に多く、日本の気候って意外と厳しいですよね、夏も冬も。もしかしたらそれが四季があるということであるのかもしれませんけれども、四季があるから、いろんなね、その服を楽しめたり、それからいろんなスポーツを楽しめたり、夏は夏のスポーツ、冬は冬のスポーツがあるわけですから、そういった意味ではね、四季のある国に生まれてよかったなと思った方が楽しいかもしれません。その流れで言うとですね、お名前に四季が入っている方もいらっしゃいますね。単純に言うと夏子さんとかですね、いないですよね、夏子さんってね。最近はね、僕らの時も別にいなかったですよ、夏子さんって。世良雅則さんっていう方がですね、お歌の中に夏子ってありましたけど、夏子さんって多分あんま聞かないですよね。名前の中に四季があるというのも日本の特徴であるのかなという感じもします。今日はですね、今までが前振りですからね、長いですから前振り、ちょっとニュースのことについてちょっと不思議だなと思うことがあるので、その話をしようかなと思うんですけれども、安倍総理の桜を見る会みたいなのが中止になりましたっていうニュースを見たんですよ。でこれはですね、なぜそれだけじゃないんですよ。実はその前に、その桜を見る会っていうのは、安倍さんの、私的な、お友達関係とか交友関係とかを、呼んで、そのお金を使って接待というかね、そういったものをして私物化してるんじゃないだろうかというような追及をされたわけですよね。で結局、そういうことではないっていう弁明をしたんですけども、結局菅官房長官の方から、どういった方を招待するのかっていうのを精査してからもう一回開催したいということで、一回中止にしますっていうことになったわけですね。来年の桜を見る会が中止になったということなんですけども、僕
は政治家ではないし、政治の世界も詳しくありません。ですのでですね、まあ、語ることはできないんですけれども、テレビが事務所についていて、でたまにこうつけとくんですけども、国会中継とかが映ったりとかすると国会中継つけとくんですよ。どういうことやってるのかなと思って、で、まあ、予算とか、まあ、そういったことについて話し合ったりとか真面目なのも見るんですけど、もうね、国会議員の方に申し訳ないですけど、大人がお互いの上げ足取りをして、なんていうの、潰し合ってる風にしか僕は感じないんですよね。でずっと前からそれを持っていたんですけども、今回も桜を見る会がどうのこうので、なんかそれがね、その私物化してるとかなんとかっていう風にこう突っ込まれて、結局それはもうやめますってことになるわけじゃないですか。不思議でしょうがないんですよ。なんでそんなことをね、今突っ込んでくるのかね、そういう問題じゃないでしょっていうこと思いませんか。とても大事な回ですって言って継続すればいいじゃないですか。でそれで中止にしちゃったりとかすると、これもやっぱりもともといらなかったじゃんっていうことになりますよね。なんでそれで中止するのかもわからないし、そういうですね、人の上げ足を取っているですね、暇はないはずなんですよね。今ね、いろんな困ってる人がいまして、まあ、特に直近で言うと台風19号でですね、甚大な被害を受けているところがあるわけですよ。でその中でですね、まあ、長野とか宮城とか、まあ、埼玉もそうなんですけど、非常に困ってる方もいらっしゃるんですね。でその方に向けての法の整備とか、そういったことをですね、やるべきじゃないかなと思うんですね。実際にあの埼玉県の私が住む川越市の障害者施設が被災しておりまして、そこにですね、ちょっとこう重度の自閉症の方とかがいらっしゃるんですけれども、まあ、受け入れ先が見つからないと、40名ぐらいらしいんですけど、旧公民館で避難暮らし中って書いてあったんですけども、もう元々ですね、自閉がある方っていうのは環境が整って慣れた環境であればできることも、環境がガラッて変わったりとかするともういきなりできなくなったりとかするんですね。しかもですね、もう結構ご高齢の入所者の方もいらっしゃって、まあ、介護士さんも必要なわけですよね。まあ、その環境の中でもう1ヶ月経ってるのに受け入れ場所が見つからないとか、それからその元あった施設がね、再建できないんじゃないかとかっていう話も聞くんですよね。まあ、移設した方がいいんじゃないかとか、まあ、その代替地なり、その入所者なりの、まあ、避難生活というか、こう受け入れ先を探してほしいということで、川越市の方にその施設の方が要請してるらしいんですよね。まあ、それもうまくいってないと。でそれはね、川越市埼玉県の問題ではなくて、やはりこう全国的にですね、そういったところがあるわけですから、その国会議員ね、桜を見る会って必要ですかとか、私物化してんじゃないですかとかっていうね、上げ足を取ってるような暇はなくて、そんなことあったら現地に行って見てきてくださいっていう感じなんですよ。何してるんですか、国会議員さんは。もっとね、困ってる人に目を向けて動いてください。で昨日ね、川越の司法かななんかでこう来たんですけど、まあ、どっかの党の方が非常に動いているということを書いてあったんですね。地方議員の本当に頑張っている方もたくさんいらっしゃるんですよ。僕の家の前の方も、まあ、どっかの政党のですね、まあ、ちょっと言えないですけど、どっかの政党の支持者で、なんか困ったことがあったら言ってくださいって前から言われていたわけですね。で今回僕が災害ボランティア行った時に、障害者施設がすごく困ってるんで、その市議会議員の方にちょっと連絡取ってほしいって僕から直接その方に言ったんですよ。そしたらですね、まあ、Facebook なり Twitter なりでその方を見つけて、まあ、僕はフォローしてメッセージを送ったりとかしたんですけども、結構ですね、返信返ってきて、まあ、今こういう状況で40名受け入れ先が見つからなくて、私たちとしてもすごく焦ってるんだけども、何か知らない情報をお持ちではないでしょうかとか、もう本当に切羽詰まった感じがすごく伝わってくるんですよね。国会議員さんは何をされているんでしょうか。災害ボランティア完結編っていう動画を見ていただくと分かるんですけど、終了画面
と、それから概要欄に貼り付けておくのでちょっと見てほしいんですけど、その時に僕が思ったのは、その災害が起こった時の法の整備なんですよね。今の法だとですね、なかなか難しい、動けないんですよ。自衛隊に災害派遣とかっていうのはあるんですけど、そのボランティアに対するこう対価、まあ、ボランティアっていうのは対価がないからボランティアなんですけど、人間は対価がなくてもそういったことをするボランティアをする喜びを知ってる人がいるから成り立つと思うんですけど、ただ機械とか会社とかはボランティアではなかなか動けないんですよ。だからね、そういうのに企業とかに対するこう、まあ、ボランティアとかの対価を設けていくと、災害の復興とか一気に進む可能性があるんですよね。人力でやってるより機械の方が早いわけだから、まあ、そういうところも含めてやっぱりこう早急にですね、そういったところの整備とか、それから決壊しそうな堤防とかがまだいっぱいあるはずで、で一級河川とか大きい河川の堤防とかがしっかりすればするほど、そこに流れ込む支流から溢れる可能性が非常に高くて、今回もですね、実は川越市が溢れたところっていうのはそういったところなんですね。そういったところも含めて、安倍さんの上げ足を取っている暇はなく、地方のその災害地に近い、被災地に近い議員だけが頑張ってるんじゃなくて、もっと上の方からそこをバックアップするような姿勢とか体制を取ってください。すいません、ちょっと喋らせていただきました。たまにはですね、こうニュースに対して意見とか、そういったものも、そういった動画もですね、撮っていきたいと思っております。まあ、こういうことを言うとですね、誹謗中傷とかが来るとは思うんですけど、僕は別に誹謗中傷を受けても別に気にしないので、まあ、ぜひいろんな意見がある方は言ってきていただきたいし、まあ、返信するかどうか分かんないですけど、その意見の中にですね、あ、なるほど、そういった意見もあるんだっていうこともね、あると思うんですよ。そこも含めていろんな意見をいただけたらありがたいかなというふうに思います。それでは今日はこの辺で失礼いたします。この動画良いと思いましたら、高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。乾燥してきましたね。それではこの辺で失礼します。あ、もう曲がんなきゃ。切ない片思い、あなたは気づかない。ちなみに作曲作詞は高見沢さんです。高見です。